実はこれもう動画撮り終わった後にちょっと撮ってるんですけど、説明を追加するのを忘れてまして、今回のね、動画、このベン EE っていうカメラが縦構図になってしまうので、縦構図の写真をね、そのまま流すとちっちゃくなっちゃうんで、縦構図を横構図のその写真として流します。ですから、スマートフォン、タブレットをご利用の方は、自動回転、画面の自動回転を禁止にして、横向きにして動画を見る。もう俺が横向きになってても全然いいからね。で、をおすすめします。で、パソコンとかね、インターネットテレビ、インターネット可能テレビとかで見てる人は横になってくつろいでみてください。それではスタート。どうも、中年オタッキーです。今日はね、以前から予告していました通り、これね、オリンパスペン EE っていうモデルですね、これ。オリンパスペンは、この前のモデルもあるんですけど、まあ、この後もあるんですけどね、この前、一つ前のモデルは、ピント合わせもしなきゃいけないし、露出もね、自分で調整しなきゃいけないモデルだったんですね。で、それではちょっと一般受けしないということで、この、ここね、この周りね、このセレンコー電池というのを用いまして、プログラムシャッターにした、モデルが、このオリンパスペン EE というモデルになります。発売がね、1964年だったかな。で、68年ぐらいまで爆発的に売れまして、で、ペン EE2 っていうのに引き継がれました。で、最終的にはペン EE3 まで出て、他にもね、派生モデルがたくさん出た。もう爆発的にヒットして、ペンシリーズだけでね、世界で1000万台ぐらい売ったっていうね、カメラになります。でね、これは、ペン EE の一応後期型。1965年以降、1年でモデルチェンジ、超チェンジしたんですね。で、ISO 感度が、20から200まで、400のフィルムこれ使えないんですね。で、まあこれアーサーになってるんですけど、でね、この初代 E の特徴はこれね、フィルム質がね、こう外れるんですね。これちょっとね、知らない人はちょっとびっくりですけど、まあ、デザインがね、すごくね、可愛くてね、これちょっとサブ系の iPhone6 出しますけど、これはもうiPhone より表面積はちっちゃいぐらいちっちゃいんですね。でね、ネットとかで探すとね、この針側ね、この針側をね、ピンクにしたり黄色にしたりね、竜の模様にしたりとか、いろいろ売られてまして、まあ、デザインが可愛いしね、パステルカラーに針側を変えたりすると、カメラ女子にもすごくいいんじゃないでしょうか。で、最大の特徴はね、ハーフカメラっていうことです。これね、まあ、このフィルム室を見れば分かる、ここのファインダーを見れば分かるんですけど、縦になってますよね。で、普通ね、もっとこの穴が横長なんですよ、 35mm フィルムで。これね、縦になってますよね、縦構図なんで、約半分の、面積のフィルムを使って写真を撮るというカメラになります。だからね、倍撮れるわけなんですね。例えば24枚撮りだったら48枚、36枚だったら72枚か、72枚撮り、まあ、今回ね、テスト撮影で、これ、骨董屋さんでね、500円で買ってきて、で、ね、壊れてたのを、自分で修理して動くようにしたんですけど、テスト撮影ということで、とりあえず24枚のカラーネガ入れてみるかと思って入れたらね、なんか、あれ撮れるぞ、撮れる。54枚も撮れちゃって。これね、54枚も撮れちゃったんですよ。で、まあこれ、まあ通常ね、フィルムって36枚撮りじゃないですか。だからこれね、40枚しか入らないです。もう溢れちゃってる。それぐらい撮れちゃって、いっぱいね、しょうもない写真は下に入れたりして、どうにかこうにか入れましたけど、で、驚くのが写りです。ね、ちょっと何枚かね、作例を紹介させていただきましょうか。
作例紹介させていただきました。この筐体はたまたまね、そのレンズのダメージもなくて、まあすごくいい調子で、まあね、保存状態が良いものはあのレンズの状態も良くなって、まあそのこれ実はね、その当時1万円ぐらいで売られてたカメラなんですけど、まあその1万円のカメラにね、設計の島谷さんだったかな、はあの世界最高のレンズを頼むって言って、あのレンズ屋がそんな安いカメラに世界最高のレンズつけてどうするんだっていう、あれが残ってますけども、それぐらいね、そのレンズの設計にものすごく力を入れたカメラであって、その代わりね、その中身バラしてみたら分かるんですけど、ものすごく安っぽく作ってあります。まあ、そう壊れないんですけどね。今回はあのこのカメラトラブル出たのはネジが1本ね緩んで落っこちて、そのネジがシャッターのところに引っかかっちゃったっていうトラブルだったんで、シャッターをバラバラにしたら、まあ、治ったんですけど、まあ、とにかくね、中身はすごく安っぽく作ってあります。安っぽく作ってあるけど、レンズにものすごいこだわりを持って作られてますね。そういうわけでね、紹介しましたようなね、作例のようないい写真が撮れるんですね。で、ぶっちゃけね、写真をプリントするときって、やっぱこの L サイズになると思うんですね、基本ね。でね、L サイズの写真を見る限りでは、まあクオリティ全然問題ないですね。全然問題ないです。画質もうこのぐらいの引き伸ばし、多分ねこれね A4 ぐらいまで伸ばすには全然平気だと思いますよ。つわものの中にはね、モノクロ現像で原感現像して微粒子にして全紙まで伸ばしてるような人もいます。というわけでね、たくさん撮れてね、フィルム写真をたくさん楽しめる、で、なおかつ携帯性がいい、かわいい、簡単ですよ。だってね、普通ね、スマートフォンでもホームボタンを押してね、で、まあ暗証番号とか入れて、まあiPhone スマホ書いてるで、カメラボタンを押してようやくカメラを撮れるんですよ。でもこいつはね、まあ、レンズキャップしてたとして、キャップ取ったらもう撮れるんですよ、一瞬だからね。シャッターチャンスへのレスポンスがすごいです。ピント合わせも必要ないです。ピント合わせ必要ないんですけど、1.5m までのものにはピントが合いません。だから最短撮影距離が 1.5m です。で、 1.5m から向こうには全部ピントが合うっていうパンフォーカスレンズになりますね。だからボケを生かしたい人はもう前ボケしか作れないということにはなりますけど、まあこのカメラでね、なんかプロカメラマンになった人も世界中にたくさんいるということで、非常に秀逸なカメラになります。ちょっとね、家族写真はもうこればっかりで撮ろうかなって思ってるぐらいですよね。で、すごくデザインも可愛いですし、いい写真も結構撮れるしね、カメラ女子にはね持ってこいじゃないでしょ。小さいしね、このぐらいだったらね、バッグにホイッと入っちゃうし、で、何よりも目立ちますよ。何それ、その可愛いの何って。まあそんなわけでね、今回はオリンパスペン EE の紹介でした。実はね、他にもネタたくさん持ってて、どれから動画にしようかなって思ってるんですけどね、時間が全くないんで、ちょっと適当な動画になってしまってるんですけど、次は多分 FTV の紹介になるかな。これキヤノン FTV っていうカメラですね。これね、まあ、ちょっとハードケースつけてますけど、ヤフオクで61円で買いました。というわけで次回は FTV にしましょうか。すでに写真もね撮って現像して、あれモノクロですけど現像してあるんで、チャンスがあれば動画をアップしたいと思います。それではまた。その前に、チャンネル登録よろしくね、中の真似ですけど、チャンネル登録できましたらよろしくお願いします。ちょっとだけ増えてきてるんでありがたいことです。できればチャンネル登録して楽しんでみてください。で、近々ねちょっとねプレゼント企画とかもね計画しております。バカ安でね仕入れたカメラを抽選でプレゼントみたいなことも計画しておりますので、またよければ見てください。で、チャンネル登録よろしくね。じゃあ。